はい、どうもー、のびチャンネルたけちゃんでーす。ありがとうございます。はい、本日は、おはようございます。おはようございます。あんまり体ちっちゃくて気づかない。本日ね、はい、11月3日こちらでございます。原町のね、駅の原町の、はい、原町区のね、駅前で空き地がございます。空き地の方に向かいたいと思います。今日はまーちゃんキートラック舞台、はい、で俺がハイエース舞台、お兄ちゃんが高齢者舞台、とりあえず車3台でね向かいたいと思いますね。はい、上り台はもうスタンバってるんで、よいしょ。はい、じゃあね、ちょっと積み込みの方ね、朝の日バタバタしちゃってね、現場の方に向かいたいと思います。はい、またね。はいはい、あとじゃあ、ありがとうございます、まーちゃん。あとじゃあ現場集合で、はい、じゃああとあっちで会いましょう。はい、はい、じゃあね、うちのママちゃんはね、お兄ちゃんと言ってもらってね、はい、私は、ゆうたくんを乗せていきたいと思います。よし、じゃあ現場の方に向かいます。はい、もう、じゃあね、今日現場の方に到着しましたね。はい、原町の駅前通りでございます。みんなもね、スコブの人らも揃って掃除したりね、準備の方始まってますね。はい、椅子の方もみんなで荷物を下ろしております。じゃあ、朝9時から始まるイベントなんで、ね、ちょっと朝の前にバタ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 俺も準備したいと思いますね。よし、じゃあバタってでいい。思ったより軽かった。え？重い？いや、思ったより軽かった。お前力もんぞや。はい。はい、よい、じゃあね、はい。おはようございます。お前、さっそうと登場したじゃねえか、おめえ。自転車通勤だな、今日は、おめえ。ああ、今日楽っすね。え、楽っす。あんな、おめえ、遅刻だぞ、おめえ。遅刻。7時半までにクレープ行ってたけど。ああ、ぴったりだ。やべえ、ケンちゃん、おめえ、自転車で来ちゃったのか、こいつ。さーっと、おめえ。え、あんえ、あんえ。あとこいつ、駐車場と行っちゃうけど。ああ、そうか。お前、車に荷物下ろし終わったな。ああ、だ、ちょっと一服してろ。はい、はい、じゃあね、車の方で駐車場の方に移動します。はい、あゆー、じゃあね、あゆー、おい、まーちゃん、はい、みんなのペット買ったな。あゆー、はい、今日はまーちゃんペット持ちだな。おめおめ、優しい先輩でも一個ぐらい持ってやれ、おめえ。何、何、おめえ、まーちゃんこと何で持ってんだ、おめえ。腕持ってやる。何言ってんだ。とりあえずね、今ちょっと、あ、ほんと、始まるまで時間あるんで、みんなでね、朝ごはん食おうと思ってベッド買ってきました。じゃあ、とりあえずあと、15分20分からベッド食って、ベッド食って待ってて。はい。はい。はい、はい、じゃあね、はい、準備の方ね、大体の説明の方終わりました。はい。ピースのおもちゃも終わり。はい、うちの方もね、準備あって、はい。いつものように待つの焼き始めました。はい。大体いい時間だな。あ、はい、お兄さんもリンゴ飴作ってるし、はい、ケンも揚げ物やってるし、はい、ママちゃんはチョコバナナ、はい、こちら、はい、とりあえずね、時間通りできたんで、あとはお客さん来るの待ちだと思いますね。あっちからだいぶ人出てきたのかな。あ、本日はね、原町の駅前で、はい、クズの松田屋さんの前から動画でございました。おい、はい、はい、じゃあね、はい、お祭り始まってね、あと2、30分経ったかな。はい、だいぶ人の方出てきましたね。公園の中でね、みんなステージでイベントまた始まんねえの、あのイベントはな。はい、うちの方もね、おかげさまで、はい、本日もお客様並んでくれてます。ああ、天気もいいしな、今日もいい一日、いい一日なんのを願いたいですね。よし、じゃあちょっと一服しながら仕事します。はい、はい、よー、じゃあね、はい、今隣の様子見てきました。あ、どうも、はい、どうだ、調子は。まだ朝一だからな。まだ朝一だから、まだ朝一だからな。まあ、これから、これから、まだこれ新商品じゃねえかね。あ、新商品、え、どうですか。いいな、おめえ、このベビードール。あ、
かわいこちゃんじゃねえか、ね、こんなにいっぱいたら選び放題だな、ね、そうですね、コンプリートしてください。コンプリートな、はい、分かった、はい、じゃあ、カッパラに行く、はいはいはい、本日もね、学徳も頑張ってるやつ、はい、はいよー、じゃあね、はい、公園のステージの方でもね、イベント始まってね、だいぶ人の方がね、皆さんの方が出てきましたね。あとはね、電力なんかで高所作業車を持ってきてね、なんとね、子供たちにね、アトラクションみたくして遊ばしたり、あとこっちは消防車かな、消防車来て、消防車にね、制服して、子供たち写真撮ったりしてます。みんな楽しそうにやっておりますね。ドリドリ。あ、駅前の方までずっと店も並んでるんでね、なかなかの賑わいだと思います。どれ、なんだよ、自分ちのテントも見てみっか。あ、今のところ誰もいねえな。あ、誰か、あ、並んでいたな。はい、じゃあね、ぼちぼちお仕事してます。はい、じゃあね、お昼ちょっと前かな、今お客さんの方もね、だいぶ混雑してきてね、はい、伊豆の方も並んで買ってもらってますね。はい、ね、全体的にも通りなんていっぱいになっちゃって、はい、あ、にぎわいの方もだいぶあるようですね。はい、じゃあ私も物作りながら一生懸命売りたいと思います。はい、はい、みんな頑張ってます。じゃあね、はい、金ちゃん、どうだ、忙しいか、え、忙しいか、忙しいな、忙しいな、はい、うちの、はい、ゆうたくんもやってまいりました。どうも、いらっしゃいませ、いらっしゃいませあ、まーちゃんまだ汗びしゃびしゃになってやってんな、はい、とりあえず頑張って作って、あ、はい、みんな作りっぱなしです。はい、じゃあね、時間もだいぶ進んで、もう物作りっぱなしの状態なんで、頑張ってやります。はいはい、はいはい、じゃあね、イベントの方もね、落ち着いてね、今1時過ぎかな、2時ぐらいなんだかな、はい、おかげさまで本日も忙しいでございます。はい、総出で頑張っております。ゆうたくんまで頑張ってますはい、ありがとうございます。はい、ゆうたくん頑張ってんね、ね、うん、もうさ、休みは、うん、頑張ってね、家庭のことも頑張ってね、お客さんいっぱい来て大変だけどね、頑張ってね。はい、じゃあとりあえずね、みんなで頑張ってるんで、カメラ回してる暇ありません。はい、おー、じゃあね、はい、日も暮れてな、今3時までのイベントで今2時ぐらいなんですけど、2時過ぎかな、まだ全然人がいますね。ちょっと駅前通りまでずっと人がいます。で、なんか後ろに来てみたら、今ゆうたくんが何かやってる。何やってるんですか、ゆうたくん。金魚のお家作ってた。何、金魚のお家。金魚のお家、これ金魚のお家。あ、どれ見せて。あ、ペットボトルに金魚すくいしてきたみたいで、なんかペットボトルに金魚入れてました。あ、この袋に入ってるよりはいいもんね、これよりはね。うん、でかい。あ、ゆうたくん考えちゃったね。うん、でっかいお家なんだね。うん、じゃあ、まああんまりガタガタ揺さないように優しく持ってください。はい、はい、はい、じゃねはい、なんか袋だと狭かったみたいで、でっかいペットボトルに入れてましたはいよー、じゃね、はい、だいぶ日も暮れてまいりましたね。ああ、まぶしいだっけ。ああ、まぶしい。ああ、忙しかったな。ああ、作りっぱなしもんな。お客さん来た。なあ、どうも忙しかった。忙しかったな。作りっぱなしだったな。アメリカンドッグの裏聞かせっか。何、アメリカンドッグの裏。アメリカンドッグ。それはおめえ、メキシカロックだぞ。あそこでマーちゃんおめえダウンしてっから。あれまた気が付かったべ。なあおめえ、ほらマーちゃん、マーちゃんも、マーちゃん疲れてはしぶい顔してたよ。また10回やめてる予定だったけど、今日は10回ですんだ。え、100合わせの予定が10合わせです。10合わせだと大変だよ、まあ、とりあえずまたね、お客さんも結構いるんでね、もう一踏ん張りしたいと思いますはいよー、じゃあね、初段目くついだよ。え、マッチャン、はい、何誘われてた。いや何見てたんだ。魚の骨、はい、それか、これか、柔らかいです。本当だ、
これだったら喉さ突っ込めねえな。はい、柔らかいから。長いんで引っかかる。だからな。キロ伸びだキロ伸びだ。後ろからなんか来たぞこれ。俺もやりたいな。何やってんのね。おめえところでよ。はい、今日朝チャリンコで来たべ。はい、鹿島までチャリンコでねついてこいよね。行かねえっす。片付けさ、チャリンコで来いよ、おめえ。いや、行かねえ。俺ら車で先帰ってからよ。きっちゃん、愛車のチャリンコで、伊豆山倉庫まで来てください。すいません。な、待ってっからよ。お断りしときます。何お断りしときます。なんかひどいこと言ってんのか、今。おめえ、最後まで一緒だって言ってたべ、おめえ。え？え？いや、今日は。なんだ？チャリンコだから。あー、聞きたくない。あはい、もうちょっとじゃ終われて、もうちょっとだけやってます。はいはい、じゃあね、イベントの方もね、終わりましたんで、みんなで今急いで片付けの始まってますね。はい、道路消去を選んで、道路の消去のうちに終わらせないためなんで急いで片付けます。はい。おー、じゃあね、はい、片付けの方ね、とりあえずは無事終わりました。はい。はい、積み込み完了。まーちゃん。ケンジはね、この季節とないぞ、はい、チャリンコで帰るって言ったのね、はい、さっき送ってくったんですけど送ってくったけどな、はい、逃げるって言ったんだ、はい、あの野郎はねまあ、本当はな、今日おろそもんねえんだなないっすねまだ明日ね、この積んだ荷物、明日荷物おろし行かなきゃなんだ、現場に別な、はい、な、だから、しょうがねえな積み上げると洗い物だけおろしますあちゃん、できないから頼むから、キッコーキッコー縛れ、まだキッコー縛れだね頼むぞとりあえずうちらはねちょっとうちの方に戻って道路使用許可の合図も時間もあるんでねうちの方に戻って洗い物とか下ろしますはいよーじゃあキッチャーはいおい荷物積みやったもうおめえや用なしだ帰るさよならじゃあどう明日だなはいちょっと準備に入ったから電話すからしてよ了解です今日はもう大丈夫ですはいすいませんそれか下ろそぼんでいいからなだってそのまま明日スライドだからよ。はい。な、洗い物だけ今日のうち洗っときます。はい。すいません。お願いします。はい。じゃあ、キッチャー帰っちゃうけど、まーちゃんと一緒にお兄ちゃんと荷物帰って下ろします。はい。じゃあ、また明日な。はい。じゃあ、いい。ジャディー。はいよー、ジャディー。はい。ゆうたくんの子供無事に積み込み終わりました。ゆうたくん車になったね。じゃあ、シートベルトしてお家に帰りましょう。はい。じゃあ、とりあえずね、お家の方に戻ります。はい。はいよーじゃあね、はい、お家に帰ってまいりましたいや真っ暗だな、はい、今まーちゃんがキートラックバックしておりますよし電気つけたオッケーオッケーよし帰りましょうお疲れ無事帰ってきたなこれあと明日の昼間俺下ろしに行くからよこのまま積み置きですよ、はいはあ、お兄ちゃん一生懸命あっちの堀井さんの荷物下ろしたんだ洗い物とかああとりあえず今日はこんな感じだなああ疲れたな疲れた。んちゃん初め帰ったかんなそうですねチャリンコで来やったもんなあのやろなうまいだなとりあえずは店に行くはい、はい、じゃあ中にみんな入れて一回中に行きますはいじゃあね、今店の中に帰ってきました。マーちゃんお疲れ。マーちゃんいいなこれ。これ真ん中なんですか。夜食付きだなね。オーバーすか。オーバーも。はい。ゆうたくん、マーちゃんに、ね、パパ食べようとしてさ。これやばくない。これ海鮮のやつ。白。昨日 45% 引きで夜買ってきて昨日の夜よ。45%。しかも冷蔵庫で常温に置いてるから食ってみろ。冷蔵庫入れるの忘れてた。腹痛めして腹痛めして明日とりあえず食いかどうか確認して食いそうなら食いますよ昨日半額で買ってきたやつだからな心して食いそれだからおいじゃねおいマムちゃんちょっとマーちゃん立ってみろこれ今気づいたんだけど飯食ってるよ、うん、あちゃんと食いました気づいたんだけどエプロン見てみさっき片付けるときに切るじゃあ、なんじゃこれ、はい、自分でやったのアプリで買ってきて自分でやったのどうもかわいいことなねお茶目なまーちゃんだもんいや、なんじゃね、言ったくれ枕元になってたのえ
ばあちゃんのおめえ太陽どんじゃねえかじゃねえたかエプロンやばいよねうーってんだやばいね面白いね自分でやったんだってうぐって見てねえしはい、まあ、とりあえず無事ね、はい、荷物も下ろして今日も無事終わりました、はい、な、秋市な原町区の駅前通りのお祭りの無事終わりました。金ちゃんは帰っていないけど、まあ、まだ明日準備して今度11月の56が56が今度ね南様のジャスモールの方で農協祭もありますんで明日中1日4日空くんですけどそこも準備です。バタバタしてます、はい、まあ、今日も無事ね事故もなくな上場のお客様の出だったからな3年ぶりだけどそこあった人な3年ぶりだって2年やってねえから、うん、まあおかげさまで天気にも恵まれなよかったと思います。まあ、こういうことで本日はね、はい、ゆうたくも手伝って口よかったね本日はね、はい、無事終わったんでこれが報告の動画になります。ゆうたくいっぱい手伝ってくれたもんね。頑張ってたね、うん、また農協も手伝ってね、はい、OK じゃあそういうことでまた皆様会いましょう。グッドボタンチャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。マーちゃんもバイバイ。しかしマーちゃんのこのじゃねえな、生かしてんな。はいよー。じゃねえ。グッドボタン願ったんです。え？大丈夫だ。この時ずっと指こうやって歩いてろ。そういう、そういう、そういうなんか欲しいですよね。あんまり。じゃあ、怪しめこうやって歩いてる。やべえやつ。だからやっちゃまだね。